マイケル・ジョージ・ウェストモア・イセイは、アメリカ合衆国のメイクアップアーティストである。ウェストモア家に生まれる。スター・トレックシリーズへの参加で知られ、エミー賞を9度受賞している。また、マスクにより、アカデミー賞メイクアップ賞を獲得している。1961年にユニバーサル・スタジオで、キャリアが始まった後に40年以上にわたって、映画やテレビで活躍したほか、CIA で、 国外調法院向けのメイク道具の作成にも貢献した。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。父は同じくメイクアップアーティストのモンテ・ウェストモアである。妻はモデルのマリオン・ベルジェソン・ウェストモアであり、娘のマッケンジーを含む3人の子供を設けている。また、兄弟のマービンとモンティもメイクアップアーティストである。ウェストモア家は ハリウッドのメイクアップ事業に深く関わっており、彼の祖父のジョージ・ウェストモアは1917年に初めてスタジオにメイクアップ部門を設立した。父のモンテは、風と共に去りぬのメイクアップアーティスト、オジノバド・ウェストモアは、大アマゾンの反魚人のクリーチャーを競争したことで知られている。1961年にカリフォルニア大学サンタバーバラ校を卒業した。彼は、 ラムダカイアルファの会員であった。1961年に彼はユニバーサルスタジオでメイクアップアーティストとして働き、3年後にはメイクアップアシスタント部長に昇進した。彼は1963年の映画秘密殺人計画書でジョン・チェンバースに指示した。ユニバーサルでの彼の初期の仕事にはマンスターズやラント・オブ・ザ・ロストなどがある。 1970年代から80年代にかけて彼はフリーランスとなりロッキーやレイジングブルといった映画作品に参加した。また彼はトム・バーマンと共に中央情報局で国外情報員が変装するためのメイクアップセットを作成した。二人が作ったこのセットは2011年に2000ドルで売られた。ウェストモアがシンスタートレックで作成したフェレンギトボーグ。 1985年に、ウェストモアは、ルッキング・イア、ベスト・ウィズ・マイケル・ウェストモアというビデオ作品に出演した。彼は1986年に、新スター・トレックの仕事を任され、以後、ディープ・スペース・ナイン、ボイジャー、エンタープライズと、スター・トレックのテレビシリーズに参加し続けた。これ以前は、長編映画の仕事が多かった。彼は、 テレビ番組への参加に不安を抱いていたが、妻と相談した後、1年間のプロジェクトのアイデアをポジティブに思うようになった。番組中に彼は、フェレンギ人、カーデシア人、ジェムハダーといったエイリアン種族のメイクアップを想像し、さらにクリンゴン人のキャラクターに使われるメイクも作り上げた。彼の初期の役割の一つは、ブレント・スパイナーが演じるデータのメイクであった。彼は2005年に、 エンタープライズが打ち切られた後に、スタートレックを離れ、スタートレック後に、反引退状態となったウェストモアは、マスクのミュージカル版に参加した。他に、インドのタミル語映画、インドの仕置人で、カマルハーサンのメイクを担当した。また、インド映画、デサバターラムでは18ヶ月にわたって、ハサーンが演じる10の異なるキャラクターのメイクを担当した。彼は、 プロデューサーとしても働き始めたほか、2巻の事例を書くことを計画した。さらにメイクアップ番組、フェイスオフの第3シーズンの最終回では番組プレゼンターで娘のマッケンジーと共演した。ありがとうございます。